皆さんどうも、霊夢です。マリサだぜ。ヨウムです。フランだよ。ニトリです。さて、もう最後の夏休みだね。やっと早いもんだな。また秋が向かうんだね。でも最後の夏休みを楽しまなきゃね。けどドローンを使ってよかったけど、また続くとはね。まあ、次回はどうなるかだな。では、早速やっていくよ。よし、今回やるこちらの、ジョイビルというホラゲーをやっていくよ。え、前に聞いたことがあるような気がするが。え、ちょ、誰がいるんだけど。あそこにいるのはマスコットかな？確かに動いてるように見えるけど、大丈夫かな？さあさあ、そろそろ始めるわよ。もう最後の夏休みだから。あれ？今回イベント来てないね。うわ、ポッピープレイタイムとそっくりだぜ。口の中に目が入ってるけど。え、何このマスコット。こんなの見たことがないんだけど。それに静かなんだけど、誰もいないのかな。どうも安全とは思えないところだな。ここは廃墟した建物だけど、なぜ電気がついてるんだろうね。今までクマやウサギ、それとキツネと鳥も見てきたからね。もう怖いほど怖かったよ。やっぱ超能力があれば楽勝だったけどね。あれ？ボタンが押せないね。どこか電源を入れないと動かせないな。ちょっとここを探索する必要だね。どこか事務所か監視室があれば電源のスイッチやレバーがあるはずよ。ちょっと気になる B1 と書かれてるが、今地下にいるのか？言われてみればそうね。ここ地下だったらそうかもしれないね。お、あったあった。監視室があったみたいね。でも何が起こるのかわからないね。うわ、変なマスコットが出てきたんだけど。あ、本当だ。おっと、レバーがついてるぜ。顔を隠してるみたいね。何も起こらなきゃいいけどね。なんか、あのマスコットでかくない？これ弾けるか？あや、ここも電源入ってないみたいね。ちょっと別の部屋も調べてみるか。まだ始まったばかりなんだし、すぐ出てくるわけじゃないからね。そうだね。前に始まった時は急に出てきたからね。あ、ビデオカメラがあったね。Is this thing even recording? Okay. Okay. I don't know what's happening here. But something is terribly wrong. Everyone, all the children and the other employees, they vanished without a trace. I'm the only one left. And I don't understand why. I saw it. It's a creature. So horrifying it haunts my every waking thought. Its appearance, it defied all natural laws. It had eyes in its mouth. Can you imagine? It's like a nightmare brought to life. I can't even begin to fathom its purpose or origin. That shadow, it was just here, right outside. It's out there, somewhere, roaming in Joyville, searching. What does it want? Why is this happening?また新たな怪物の登場か。I need help. I need to reach out to someone. Anyone who can explain this. If you're watching this, please send help. I'm trapped, terrified. I don't know how much longer I can hope. マスコットが出てきた。うわ、これは終わったね。これはやばいっしょ。ここで終わってしまったね。前に始まった時は急に出てきたからね。そんなことより、今さっき一瞬でやられてしまったな。ちょっとはっきり見てしまったよ。何されたのかよく見えなかったけど、こりゃただじゃ済まないかもね。ねえ、本当にクリアできるかな？はっきりわからないけど、多分何回もやられそうだ。なんか古い乗り物が散らかってるんだが、これって。これは小型ゴーカートみたいね。なぜこんなところに、お、この箱掴めそうだね。お、これを持っておけるみたいね。箱だけじゃなく、他に掴み判定があるかもしれないな。おっと、ちょっと早くどかさないといつ来てもおかしくもないよ。まあ落ち着いて、まだ来たわけじゃないから。そうだな、まず冷静に行動しないとな。この部屋に電源室のようね。お、そっか、なら電源を入れないとな。電源を切り替えばエレベーターが動くってことね。じゃあ次のエリアに進めるんだね。あ、鍵がかかってるみたいね。どこか置いてるかもしれないな。ちょっとあの部屋を調べるわよ。デスクの上に置いてないね。じゃあこの引き出しの中かな？きっとあるかもしれないな。これじゃないね。これ何の部品なんだろうね。知らないわよ。他に対話判定があるはずだよ。あ、今あったよ。お、ナイスだぜ。置いてるかな？鍵があるといいけど。
お、こんなところにあったよ。これで電源室に入れるな。あ、はいはい、これ直せそうだね。数字が書かれてるね。なるほど、あの車の数字と色があったね。お、何やらあっさりと解いたみたいだな。まあ、色と数字を合わせれば簡単に解けるよ。赤は2、緑は1だね。緑は機械には詳しいからね。まあ、これは簡単かもしれないね。ちょっと時間がかかるかもしれないけど、どんなとこなのか見てみないとね。そうだな、また新作ホラゲーなんだし、まだ詳しく知らないからな。そうだね、どういうマスコットなのかみたいね。どうせ襲われるに決まってるよ。もしやどこか科学施設にあったりして。だよな、私もそう気がしたわ。次は黄色は3、ピンクは4だね。これに鳥に解くの任せるよ。どうやらちゃんと直してるみたいね。ちょっと合ってるよな。大丈夫だよ、今順調よ。この土管に数字がついてないけど、何か入ってるのかな。あ、これかな。ちょっと暗くてよく見えない。よく見えないけど、これ6でいいのかな。ちょっとつけてみよっか。おっと、青も見ないとね。ちょっと確認しよっか。青だよね。あ、5だね。これでどうかな。よし、これでなんとか全部つけたよ。あとはレバーを引くだけだね。ニトリ、お疲れだぜ。はぁ、なんとかなったみたいだね。でもよかった。右上のモニターを見たらあのマスコットが消えたぞ。嘘でしょ。冗談じゃないよ。お、いよいよ動き出したみたいだね。どこから出てくるのかわからないけど、ここにいたらまずいよ。もう来たのか。ちょっと開くの早すぎじゃない。さあさあ、みんな乗った乗った。確かに開くの早すぎだね。ちょっと子供たちが危ないよ。早めに点検した方がいいかもね。さあ、またどんなとこになるんだ。またさっきのマスコットだ。結局こいつ誰なんだ。もうマスコットでもなんでもないよ。へえ、ウーリーブリーと言うんだ。うわ、なんだここは。どうなってるの場所は。もうこんなのやばいでしょ。それにあの口の中に目が入ってる姿は初めて見たよ。こんなのマスコットじゃないでしょ。一体どういう施設なの。こりゃ犯人はあの怪物に違いないね。またとんでもない奴が現れたもんだぜ。むしろ普通のマスコットでもないよ。なぜこんな会社が作ったのか知らないけど、当然来ないでしょ。開いた。お、ここはロッカー室ね。何か道具があれば進めるけど。いろんな靴が置きっぱなしなんだけど、あの怪物に襲われたのかな。はぁ、何かないかな。ちょっと早く探さないとさっきの映像のように捕まっちゃうからね。あ、テディベアが置いてるけど。なぜクマが置いてるのかな。それに何かついてるよ。どうやら普通のぬいぐるみではないな。もしかしたら行方不明になったかもしれないよ。これ電源がついてるみたいね。何か使えるの？わからないけど、何か使えそうね。あ、また記録してるね。Hi there. If anyone is watching this, please listen carefully. My name is Ethan Jenkins, and I work at Joyville. Something terrible has happened, and I don't have much time to explain.But there's something important you need to know about this teddy bear. This teddy bear is no ordinary toy. It has a special chip embedded in it. A chip that can do incredible things. It's a long story. I can't risk revealing it on camera because I don't know who might find it. But I can tell you this much. It opens doors. It has a purpose beyond that.But I can't go into detail right now. なるほどね。やっぱこれ使えそうだね。確かドアを開けるって言ってたね。でもどうやって使うんだろうか。娯楽場って、また変なものが出てきたぞ。また不気味なキャラが出てきたよ。普通のぬいぐるみじゃないみたいだね。あれで使えるかな？ちょっと調べる必要があるね。あ、このスキャンすれば開けるかな？お、できたみたいだな。ちょっと暗いんだけど。うわ、いきなり明かりがついたね。お、なんか始まったね。何ここ。ここはテーマパークか。 Hello and welcome to Joyville. My name is Harrison Vanderbilt.
At Joyville, we believe that childhood should be filled with laughter, exploration, and unforgettable memories. And we've crafted an experience like no other, tailored specifically to ignite the spark of joy in every child's heart. In Joyville, we believe in the power of imagination and the pure delight that toys can bring to children's lives. That's why we've curated toys that will transport your little ones into a realm of limitless wonder and joy. So whether you're a parent seeking a transformative summer experience for your child, or a guardian searching for a safe and engaging environment, look no further than Joyville. Join us in creating memories that will last a lifetime. Come and discover the unparalleled joy that awaits in our marvelous children. え、何今のは？今のはやばかったぜ。あ、なんかルールが書かれてるね。どれどれ？やっぱり怒ったんだね。お、チケットがあったよ。ここは安全とは思わないが、一体何があったんだ？このルールに書いてあるにもかかわらず、なぜこうなったの？夢と想像力が悪夢だよ。誰もいないのかな？っておい、手すりがついてないじゃないか。ちょっと子供たちが起きたら大きな事故が繋がってしまうよ。お、よく見えるね。まさに地獄絵図だね。さあ、ちょっとここを探索してみるか。確かにヤバいとこなんだけど、もう恐怖しかないね。じゃあ、ちょっと調べるわよ。でもここ綺麗だけど、まるで遊園地みたいだね。そう思わないぜ。え、ちょ、また変な猫のマスコットがあるんだけど。また怪物みたいなものが、こいつも出てくるんだろうな。口の中に目が。怖すぎる。お、乗り物があるよ。これはジェットコースターかな？なんか乗りたくないね。え、なんで？乗ってみれば楽しくなるけど。そこが怪しいとこなんだね。椅子とデスクが置いてあるな。あとディスプレイもついてるみたいね。これは滑り台かな？だと思うよ。お、いけそうだな。え、ちょ、進んだら暗くなっちゃうよ。なるほどね。ちょっと他見てみるか。うわ、変な水虫みたいのがあるけど。あと矢印が光ってるけど、何かミニゲームでもするかな。お、ここにも滑り台があるぜ。ちょっと乗ってみようよ。これ滑るかな？乗ればわかると思うよ。あ、滑らないんだ。お、これは何の乗り物？これはね。はいはい、これはウェーブスインガーだね。え、あれはウェーブスインガーと言うんだ。どうも面白くないね。他にはないかな？何も置いてないようだな。残りはあの怪しげなミュージックボックスみたいな機械を調べてみるか。お、よく知ってるね。これね。これなんだろうね。あ、判定が出てきたよ。え、使えるのか？入手したチケットを入れるのかな？この絵描きはなんだろうね。何かヒントかな？あ、クマちゃんを置いた。あれ、ドアだけじゃなくて他でも使えるんだね。なるほどな。あ、0% になったけど、となるとまた充電しないと使えないってことだね。でもどこで充電するんだろうね。うわ、気持ち悪い。子供たちが怖がるでしょ。とりあえず入れてみよっか。あ、ちょっとわかってきた。お、気が早いな。あの絵に虹があるからまず赤だね。お、早速答えが出てきたわね。なるほどね、これを同じように回せばいいんだね。さあ、どうよ。あ、当たった。うわ、2回も来たよ。次はオレンジ色だね。この色はちゃんと目に焼き付けないとな。何が起こるのかわからないからね。どっちだっけ？これかな？お、またまた当たったね。この調子でいけばなんとかなりそうだね。次は黄色だね。はいはい、黄色ね。あ、間違えた。お、おい、何してんだ。うわ、間違えたら動いちゃったよ。なんか襲われそうな顔してるよ。絶対間違えるなよ。黄色だ。だから黄色を選べって。こりゃフラグ来たわ。また外れた。怖い。うわ、鋭い歯が持ってるよ。霊夢、お前わざとだろ。いや違うって、滑ったんだって。あと一回間違えたら食われそうだわ。お、なんとか当たったね。次は緑だね。ここは絶対間違えないように。うわ、また見てるよ。次は水色だね。ということは、この色を全部つければ扉が開くかもしれないぞ。早く全部解いて、次のエリアに移動しないと。危ない。はぁ、大丈夫だったね。安心するのはまだ早いぞ。残り2つだぜ。次は青だよね。どうかな？はぁ、正解か。よし、あと1つだぜ。最後の色は紫だね。
よし、しっかり覚えた。どうかな？お、全部終わったみたいだね。あ、扉が開いたよ。無事で助かったよ。おい、こっちみんなし。やっぱどう見ても怪物だもんね、多分。あ、もう一つの扉があるけど、また次のエリアが繋がってるかな。あ、扉が閉まっちゃったよ。もう後戻りはできないか。ここから前に進むしかないね。うわちょ、床が陥没してるんだけど、何があったの？え、この板で通ればいいのかな？うわぁ。いたた、もうなんなの？どうやら地下に落ちてしまったようだ。痛い。それにここはどこなの？もう、みんな何やってんの？なぜかフランは飛べるし。あ、懐中電灯が落ちてるよ。ありがたいぜ。ねえ、ちょっと起きないとまずいよ。ああ、そうだな。うわ、あそこにいるのは誰なの？捕食目的の訪れに違いないね。おいお前ら、早く起きろ。ここにいるとまずいぜ。は、早くこの懐中電灯を取らないと。ちょっと前より怖いんだけど。と言いたいんだけど、今日はここまでにしよっか。お、また次回の続きか。また楽しみだね。はぁ、本当に出られるのかな？きっと大丈夫だよ。みんながいるし。はい、皆さんお疲れ様でした。また続きをやってきますので、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。またな。また。バイ、おつです。